FP-45FP-45 FP は1942年にアメリカのゼネラルモーターズ社 GM で設計された拳銃である。リベレーター、リベレーター、解放者やウールワースガン、ガンウールワースは安売雑貨店の名の通称で知られる。ヨーロッパ各国の体独抵抗運動への支援を目的に設計された単発銃だが、 各戦線の指揮官が10日に難色を示したこともあり、当初予定されたほど大量に用いられることはなかった。その後は秘密活動部局である戦略情報局オースによって運用され、主に似て投下されたと言われている。短期間に大量生産が行われ、1丁あたりの組み立て時間は7秒足らずだった。このことから、 装填から発射までよりも短い時間で製造された唯一の拳銃などとも評された。1942年3月、すでにナチスドイツの侵攻を受けて国土を失っていたポーランド亡命政府から連合各国に対し占領下にある各国の対独抵抗運動に武器の供給を行うよう要請がなされた。これを受けたアメリカ陸軍合同心理戦委員会。 ジョイントサイコロジカルウォーフェアコミッティでは、一般の装備の生産に影響を及ぼさないような、安価かつ早急に生産しーる重機の設計を模し始めた。やがて、プレス加工の鋼材とライフリングが刻まれていない、格好重心からなる安価なピストルが提案された。このピストルに、軍用銃として、十分な性能は期待されておらず、抵抗運動の投資らが、小銃や短期間銃といった、 まともな銃器を奪うべく、敵兵を襲撃する際に用いられることを想定していた。陸軍は、ゼネラルモーターズ社の国内製造部、ンランドマニュファクチャリングディビジョンに連絡し、同部のチーフデザイナーだったに、特殊ピストル設計プロジェクトを依頼した。この特殊ピストルの設計は秘密裏に進められた。本来の目的を秘匿するため、開発は、フレアプロジェクター、キャリバー、 45後継信号弾発射器、すなわち FP-45 の名称で行われ、設計図では、重心部を、中部、中部、引き金部を、次鉄、ヨークと呼んでいた。作業は25平方フィート程度の小さな部屋で行われ、この部屋への出入りは、ハイドの他プロジェクトに直接関係する極少数のもののみに認められていた。いくつかの試作品を経て、 軍部から設計が承認されたのは1942年5月のことである。この時点で国内製造部は M1 カービンの製造を開始していたため FP-45 は自動車部品のプレス加工設備があるインディアナ州アンダーソンのガイドランプ部ガイドランプディビジョンにて行われることとなった。1942年5月15日 ガイドランプ部と軍部の間で FP-45、ピストル100万丁分の生産契約が結ばれた。製造に参加した従業員およそ300人は、プロジェクト参加にあたり秘密厳種の先誓を行った。1942年6月第2週から生産が始まり、従業員の24時間7日間労働の末、8月21日には、早くも100万丁の生産を達成した。 この数字から推定されるピストル1丁あたりの平均組み立て時間はわずか6.6秒であった。当初、合同心理戦委員会ではヨーロッパの非戦両国に対する空中投下を計画しており、フランスへの投下に備え50万丁の FP-45 がイギリスへと送られた。しかし、ドワイト・ディ・アイゼンハワー将軍はこの計画に否定的で、 FP-45 のうち25万丁のみを緊急時に使用シュールとして受け取り、残りは他戦線で運用するべきだとした。また、同種のカキをこれ以上生産する必要はないとも語った。こうして、大半の FP-45 は太平洋極東方面に送られたが、この方面の指揮を取るジョセフ・スティルウェル将軍やダグラス・マッカーサー将軍も FP-45 の 計画に対した関心は抱かず、大規模な投下は行われなかった。こうした状況で FP-45 に協議を示したのが、秘密活動部局である戦略庁法局、オースのウィリア・ドノバン長官であった。その後、国内で保管されていた45万兆ほどの FP-45 の大半は、オースに引き渡されている。オース職員らは、安売り雑貨店にちなみ、 非常に安価かつ粗末な FP-45 をウールワースガンと通称した。その性質上、FP-45 の運用については不透明な点が多い。ヨーロッパ方面の抵抗運動に対しては、ステンガンや M1 カービンの投下が実現されたため、FP-45 は必要とされなかった。極小数がオースによってギリシャに持ち込まれたとも言われている。 正確な規模は不明ながら、太平洋、極東方面では、ヨーロッパよりは広く使用され、1943年後半には、中国に対して10万兆が引き渡された記録がある。その他、フィリピンやベトナムの抗日ゲリラによっても使用されたと言われている。戦後、箱に入ったまま在庫となっていた FP-45 の大半は廃棄処分となり、 スクラップとして売却されるか箱ごと海洋投棄された。45ACP 弾を使用し、相談数は一発のみである。重心はライフリングが刻まれていない格好重心であった。グリップの内側は空きスペースになっており、グリップ仮面のスライド式の開閉外から10発程度の予備弾を収納できた。装填は打つたびに手動で行う必要があった。また鎖線。 コッキングノブを開いても、薬室の空薬莢や未使用弾は自動排出されないため、取り出すには銃口から棒などを突き入れなければならなかった。トリガーガードはフロントサイトも兼ねていた。射程は50フィート程度である。部品数は23点で、重心やコッキングノブなどを除くほとんどの部品がプレス加工で成形されていた。 一見して粗末で刻印などが見られない外見から、この銃を日本軍が設計した自殺用拳銃と誤解したアメリカ兵もいたという。品質管理のため、すべての FP-45 は、組み立て後少なくとも一発は射撃試験を行わねば、ならず、また無作為に選ばれたサンプルについては50発の射撃試験が課された。この試験の最中の暴発で死亡した。 作業員もいる。試験の結果、およそ10発から15発程度の射撃を行うと、溶接部から割れることが多く、問題なく50発の射撃を行える銃はなかったという。精度も劣悪で、弾頭は銃口を飛び出して、すぐに回転し、横倒しになることもあった。ただし、極視近距離で一発ないし2発程度の射撃のみ、行うことを想定した銃であったため、 これらの点は問題視されなかった。大部分の FP-45 にはシリアル番号や製造値などの刻印はないが、グリップ内部やコッキングの部上に何らかの数字や文字が小さく、エンボス加工で記されているものも少数ある。銃の表面はボンで処理のみ施され、パーカー処理や黒染め処理は行われなかった。すぐに錆が浮いたが、 短期間で使い捨てることが想定されていたため、やはり問題にはならなかった。FP-45 は、重本体。45ACP 弾10発、木製ダボ、薬莢を押し出す道具、マニュアルが段ボール箱に収められた状態で出荷された。箱には、一切の文字が書かれておらず、重口から煙をたなびかせる FP-45 の、イラストだけが描かれていた。 マニュアルにも文字はなく、誰にでもわかるように漫画の小回り風の絵図面で枯れていた。このマニュアルは、ウォルトディズニーが手掛けたものである。一箱あたりの出荷コストは、当時の価格で2.1ドル程度で、10本体のコストは1.73ドル程度であった。ダブルバレルの試作モデルもあったが、生産には至っていない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。